皆さん、こんにちは。7L4WVU です。今回の動画は、昨年、実験していた FM 無電源ラジオのパート2です。これまで、無電源ラジオというと中波の AM 用のゲルマニウムラジオになりますが、中波の AM 放送は廃止される予定ですので、FM でどのくらい実用になるか、実験してみました。まず、海外の文献をいろいろ調べてみた結果、実際に実用になりそうなのは、銅パイプのコイルを使ったキャビティのものが大半でした。その中で、10曲くらいの FM 放送受信を楽しまれている、ロバートさんのホームページに掲載されている回路はこのようなものです。これらを一通り作って感度を調べてみました。感度の比較は、1kHz で FM 変調した、信号発生器を受信機に接続して、どのくらいのレベルの信号まで聞こえるかという方法を使いました。コイルは、銅パイプで作ることとして、キャビティを銅板で作るのは、結構大変です。そこで、手持ちの空き缶を使ってみました。コンデンサは、元の文献では、銅板の距離をネジを使って可変する複雑なものだったので、バリコンを使用してバーニアダイヤルをつけてみました。ここで、キャビティの特性を測定しました。損失は 4dB。Q は200程度取れるようです。この状態で、先の海外文献の回路を一通り製作して実験してみましたが、感度はマイナス 20dBm 程度が聞こえる程度で、今一つの感じです。そこで、自分なりに回路を変更してみました。いろいろやってみて、RF 入力を研磨コイルに直接接続するのが一番感度が良く、マイナス 30dBm 程度まで聞こえるようになりました。このレベルは、スカイツリーが見えるところでダイポールアンテナを上げれば聞こえる程度の感度となります。最終回路です。入力の75オームを4倍の300オームにして、研磨回路に接続します。これは、フォスターシーレと呼ばれる研磨回路です。測定した研磨特性です。プラスマイナス 100kHz くらいまでリニアで変化しているのでちょうど良さそうです。RF 入力レベル前の歪みと SN 特性です。だいたい 85dB マイクロボルト以上であれば楽しめます。FM 受信実験は、自宅よりも屋外での移動受信が楽しいです。受信レベルがメーターで見れるラジオなどがあれば、受信アンテナを持ってレベルが高いところを探します。写真は、スカイツリーから 36km 離れた狭山湖での受信風景です。このくらいの距離でもスカイツリー方面に障害物がなければ、聞くことができます。なお、本受信機は、クリスタルイヤホンで聞くようになっていますが、動画で撮影するために、LM386 のヘッドフォンアンプを接続しています。最後に実際のフィールドでの受信テストの状況をご覧ください。いかがだったでしょうか。最後になりますが、東京周辺でこのラジオで受信テストを行いましたが、結構距離が離れていても、スカイツリー方面に障害物がなければ、楽しめることが分かりました。ただ、屋外受信では、
山の中でも、周囲の騒音が気になりますので、ヘッドフォンアンプはあった方が良いと思います。次は、受信機の小型化とさらなる高感度化に向けて実験していきたいと思います。それでは、動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。